ロサンゼルスドジャースの山本義信が現地3月6日、2度目となるオープン戦に登板。シカゴホワイトソックスを相手に3回、58球を投げて6安打5失点、3死球、4奪三振の成績だった。試合はドジャースが12の9で勝利している。動画、ドジャースの山本吉信が2回に2奪三振山本は降板後、ボール球が続いたり、死球を出したりで、 あまりいい投球ではなかったですけど、いろいろと試せたり、結果は良くないけど、オープン戦の感覚としては良かった、と試合を振り返った。mlb.com の不安トリビオ記者は、オープン戦最初の登板では見事な投球を見せたが、2回目の登板はそれほど綺麗なものではなかった。3つの支給と最大のスキルのコントロールに苦労した、と評している。 それでも MLB1 年目、新たな環境に順応中の山本に対して、オープン戦初戦とは異なり、セットポジションでの投球も多かった。本人は具体的な話をしなかったが、いくつかのことにトライした、と、開幕に向けた調整段階にあると記している。また、ドジャースのオースティン・バーンズ捕手は、試合が進むにつれて力強くなっていった。 最初は自分の投球を探っていた段階だったと思う。2回、3回はカーブを多用してコントロールが良くなった。こういう試合は起こり得るもの。スプリングトレーニングだし、力強い内容で終われたと思う。この時期に難しい経験をするのはいいこと。これがレギュラーシーズンに向けた準備に役立つからね、と語った。山本から初回に遊撃的時内野安打。 3回に3塁内野安打と2安打をマークしたホワイトソックスのドミニク・フレッチャーはちょっと違う投手だね。明らかにいいものを持っている。スプリッターはとても良かった。カッターもね、もし狙い球を絞るなら速球かもしれない。楽しい対戦だった。とても良かったよ、と山本の投球を振り返った。厚生クロマルザダイジェスト編集部。